速化塾の久保でございます今日はですね、令和3年の2月16日、まあ、体のエイダの価格ってのが92.52円でございます。先日100円を突破してですね、ま、だいたい85円から100円の間で推移してるかなというところで、価格は110円ぐらいまでちょっと見えてるんですけども、まだね、え潜在的な価格表示でございます。今のところですね、 うん価格帯ってのは90円から100円の間と思っとけばいいんじゃないかなと思います。まあですんで、うんまあ買いを検討されている方はね、95円以下で買って、 95円以上になったら、ちょっと含み益を持つみたいな形で。うん、まあ、95円、100円の間で買っても、将来的には損がないと思いますけども、まあ、そこはですね、ポートフォリオと相談して、確保で決めていただければいいと思います。ちなみに私はプレセールで買ってるんで、以来、体の枝の追加購入は全くせずで、えー、このままね、平均取得単価を、一番下げた状態で勝負しようかと思っております。で、少しずつね、記事の方読んでいきますんで、 お忙しい方は私の音声だけを聞いてちょっと用事をしてください。で、体のエイダの優位性っていうのは、一つにまとめると、これからお話しすることにあります。既存のブロックチェーンが抱える問題っていうのが3つあるんですけども、それがスケーラビリティですね。これ拡張性とも言われます。 ね、こういった横文字が出てきますので、少しずつ解説していきましょうね。で、インターオペラリティといって、相互運用性っていうのがあります。これもまだ解決できてないんですよね。そして、サスティナビリティ、えー、持続可能性っていうのがありますよね。この3つの問題が既存のブロックチェーンにあるんですけども、 これをね、体の枝っていうのは学術的な検証を行いが、行いながら解決するというところが、まあ、大義名分であるわけですよね。で、これをちょっと分解してですね、一つずつお話していきますよ。で、これからお話しすることで、あー、体の枝将来性ありそうだなと思ったら、まあ、購入を検討されてもいいんじゃないですかね。まずは、ビットコインなど、既存のブロックチェーンが抱える3つの課題の解決を目指しているっていうのが、体の枝の特徴です。でビットコインをはじめとするアルトコインっていうのは、この問題にどういうふうに、えー、立ち向かっていくかまだ決まってないんですよね。 はい。二つ目なんですけども、大量の取引をさばききれないスケーラビリティ問題っていうのがありますよね。これを解決するための体の枝っていうことでございますね。えー、二つ目、ブロックチェーン同士が連携できないというね、問題があります。インターオペラリティっていうのがあります。この問題も解決しようかというのが体の枝ですね。そしてですね、技術開発、取引承認、いわゆるマイニングですよね。これが持続的に行われないというサスティナビリティ問題、えー、持続可能性問題があります。これも解決していこうかなっていうところですね。 で、以上、カルダの枝ダのプロジェクトは、論文や査読等学術的な検証を重視して、東京工業大学をはじめとして、世界の有名大学と共同研究を進めているってことになります。いかがですかここまででも、カルダの枝ダの可能性って結構あると思えるでしょで、次なんですけども、最終目標なんですよ。感動するのは。あの、よくね、暗号通貨は格差をもたらすとか言いますけども、カルダの枝ダについては違うんですよ。 銀行口座が持てない世界30億人が使用できるウォレットを作ること、要するに格差を是正するために30億人の皆様にですね、身分証明制度とか、それからウォレットというお財布ですね、こういうのをお渡ししようかと思っているってことなんですよね。この動機に私はね、もう心底を惚れてですね、もう体の枝に、えー、もう心中するつもりでですね、協力させてもらっているってことになります。はい、えー、次です。体のは、 プルーフオブスティークス、ブロックチェーンプラットフォームであり、チェンジメーカー、イノベーター、ビジョナリーである人々が世界的な変化をもたらすことを可能にすることを目指しているということでございます。横文字がね、いっぱい出てきますんで、これは一つ一つ、また私がね、解説動画を作りますんで、そちらで学んでいただければよろしいかと思いますけども、ちょっとまあ、横文字が並んでるだけでもすごいですよね。すごそうですよね。えー、次です。 このオープンソースプロジェクトは責任追求のできない構造からパワーを個人に再分配することを目指し、より安全で透明で公正な社会づくりに貢献しているってことですよね。えー、そしてカルダノは2017年に創立され、ADA トークンはその所有者が ネットワーク運営への参加が保証されるよう設計されています。このために通貨を保有している人はソフトウェアの変更提案に投票する権利があるということなんですよね。あと3つぐらい特徴がありますんで、ちょっと難しいことばかりですけどもね、頭を整理しながら聞いてください。 えー、階層構造を持つブロックチェーンの背後にあるチームは技術自体に素晴らしいユースケースがあるとしており分散型アプリとスマートコントラクトをモジュール性を持って開発することを目指していますってことですね。もうちんぷんかんぷんですね。あと2つなんでちょっとこらえて読んでください。カルダノは農業企業によって現地から食卓まで遠く新鮮な食物を追求する、追跡するために使用されます。 プラットフォーム上に構築された他の用途は、学歴に関する個人情報を改ざのできない形で保管したり、小売事業者の偽装品に取り締まりにも使用されているということです。で、リアクションが ADA ってことですよね。チュートリアルビデオがありますんで、お時間ある方は見てみてください。そしてですね、この体の枝、一体何がすごいんでしょうね。まずは私の大好きなところなんですけども、 銀行口座が持てない世界30億人が利用できるウォレットの開発を目指しているということなんですよ。こういうふうにね、自分の身分証明もできない、そもそもお財布を持ってないみたいな人の、この格差を是正するために、このカルダネーダーっのがね、作られているんですよね。まあ世界ではね、身分証明書がなくて銀行口座さえ開設できない人が30億人近く存在するということを、テッドというね、トーク番組でチャールズ・ホスキンソンさんも語られてましたよね。 そしてこういった金融システムが行き届かない地域ほど乳児の死亡率が高い、識字率が低い、識字率ですね。識字率が低い等の問題があるということですね。これを解決するために体の間が動いているということですね。で、体のは、正確には体の技術開発を行っている IOHK 社は、こういった人々が誰でも簡単に銀行口座、体の上だったら、上っことですけどね、が持てる世界を実現しようとしてるんですよね。すごいじゃないですか。壮大じゃないですか。 はい。で、既存のブロックチェーンの技術を学術的に、えー、検査している、えー、検証しているところも特徴ですよね。複雑な契約に対応した次世代のスマートコントラクト、プルータスを搭載しているっていうのも力強いと。で、プルータスは独自のコントラクト言語、 シモンにより、えー、複雑なトランザクションに対応可能ということで、もう圧倒的な強さを持ってるわけなんですよね。で、えー、っと、ちょっと一個飛ばしますけども、これね、皆さんご存知だと思います。高速かつセキュリティの高いウォレット、ダイダルスを提供してくださってるんですよ。この前、バージョンが変わりましたけどもね、うん。で、誰が作っているのかってことですけども、それは体の財団、そしてエマーゴ、うん、IOHK、チャールズ・ホスキンソンという4つのキーワードが並んでくるわけですよね。 えこれからもね、この30億人の人々にウォレットを提供するというね、このチャールズ・ホスキンソンさんをはじめとする開発プロジェクト企業、団体、財団の思いをですね、私たちホルダーも大事にしていきたいと思いますね。はい、では本日は以上でございます。動画を見てくださってありがとうございます。